つい先ほど正式に第95回選抜高等学校に対して英立中央校として推薦をいただきました。ありがとうございます。昨年秋の大阪大会、近畿大会、そして神宮大会での君たちの活躍によって君たち自身が本当によく頑張りました。簡単にランナーを出してしまったので、自分が2ストライクを追い込んでいるときに、ね、甘い球行ったりして打たれたりというふうになっていたので、まあ、そこをその1つその2ストライクになっても気持ちを緩くすることなく、粘り強いというか、まあ、そういったピッチングができたんじゃないかと。そうですね、もう、負けなくないですし、ああいった悔しい経験っていうのも、もうしたくないので、なんとか勝って、まあ、悔いのないようにできたなと思います。甲子園で言ったら、その恋の残るの方が印象になって、やっぱりその印象をなくすタイミングの甲子園で優勝するしかないので、まあ、そこを目指してやっていけたらなと思います。4人の力が合わさったら、また対抗できるチームというか。そうだと思うので、誰か一人が勝てたらすごく弱いチームですし、そういったところをこの冬が一番意識してきました。弱かったランナーではないことが一番分かってますので、ただそれに挑戦できる喜びを持って毎日やっております。秋、春、夏と、いうことはまだ言える立場ではありませんけども、去年の3年生の悔しい涙はみんな覚えていると思いますし、前田もその先頭でやってましたので、その秋、春、夏という話ができるように、そのためには春勝たないといけませんので、まずは春のことだけ考えて全員でやって、そういう話ができるように頑張りたいと思います。去年はね、下級生で、のびのびと、先輩たちの周りの中でね、躍動してましたけども、ね、今回は、まあ、最上級生、キャプテン、エースとして先頭を切って、また一回り大きくなって躍動してもらいたいと、そういうふうに、期待しております。